1対2とリードされて迎えた後半ロスタイム。徳島ヴォルティスは見延監督が判定をめぐる猛抗議で退席処分を受けます。指揮官を失いスタジアムが騒然とする中でもグラウンドに立つ選手は落ち着いていました。ロスタイムも残りあとわずか。徳島ヴォルティスは右サイドの麦田が駆け上がりゴール前にクロスを上げます。これに途中出場の石田が頭で合わせ同点に。首位のセレッソ大阪を相手にもぎ取った勝ち点1。劇的な幕切れにサポーターの歓声は鳴りやみませんでした。燃えましたね、根性ですね、石田選手は。最後の同点に追いついたのは次に絶対つながると思います。いや興奮しました。泣きそうになったな。泣きそうになりました。大阪の一番ええのに引き分けまで行ったから嬉しいです。でもこういうことがあるから応援やめられませんよね。もう素敵、もう勝ち点3以上やね今日のは。本当結果を残すことが一番大事だと思ってたんで、まあ、1点取りましたけどその前にも、セットプレーでドフリーで外したのがあったんで、まあ、そういう意味ではまあ課題と収穫両方あったかなと思います、まあ、最後の最後に追いつけたっていうのは、まあ、今までも札幌だったり湘南だったり仙台だったりっていうところで追いつける底力はついてきたと思うんで、まあ、あとはそこから勝ち越すことが大事だと思ってるんで、まあ、これをステップとしてまた積み上げていきたいなと思います。